バレンタイン用にいかがでしょうか。博物館や美術館の売店で販売するオリジナルグッズを開発するオークコーポレーションは、今月9日よりブルートレインのヘッドマークをデザインしたオリジナルのチョコレートを販売します。はやぶさ、富士、あけぼの、出雲、こちらの4つのヘッドマークが入ったチョコは大宮の鉄道博物館他にて数量限定で販売されます。ということで、今週はオークコーポレーションの安藤秀道さん、鈴木亜美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。本日、この度ですね、すごい素敵なチョコを販売されるということなんですが、この商品の開発のきっかけはどういったことだったんでしょうか。はい、弊社では鉄道のグッズを作っているんですけれども、はい、お子様向けの商品が多かったので、うん、大人の方にも喜んでいただけるようにヘッドマークを使用した商品を開発しておりました。その中でも冬にご案内できるお菓子類ということで、チョコレートはどうかなと思いまして、今回は開発させていただきました。うん、でこの4つの、ね、ブルートレインをということで選ばれているんですが、これ4つなんか基準はあるんですか。なんか選んだ基準は。はい、そうですね、鉄道好きの方に、うんうん、国にアンケートを取りまして、うん、上位の4つを今回は選出しまして、この4つに選ばせていただきました。ちなみに1位からどんな感じだ、どれが1位でどれが2位なんですか。あ、そうですね、ちょっとそちらは社外品になっているんですけれども、はい、どの種類も均衡しておりまして、上位4つが、はい、均衡しておりましたので、今回はこの大人気の4種類を美味しい味にしましたので、いい、はい、なんかね、見たら美味しい味っていうか、なんかすごいなんか不思議な感じだったんですけど、でね、それぞれなんかいろいろチョコによって味が違うんですよね。このヘッドマークによって味が違うんですよね。はい、ヘッドマークによって、4種類の味を今回は作っております。うん、でヘッドマークのイラストに合わせた味を選定しております。うん、でこちらのまずはやぶさなんですが、こちらイラストが緑ということもあって抹茶味となっております。うん、はい、次に富士なんですが、この富士山のイラストから、まず富士のふもとにあるいちご畑を想像しまして、いちご味となっております。で、あけぼのは、はちみつ味となっております。このオレンジのあけぼののオレンジのラインですね、そこから、はちみつを想像してはちみつ味となっております。で、出雲ですが、出雲は瀬戸内を走りますので、その瀬戸内から柑橘系をイメージしまして、柚子を選定いたしました。うーん、日本の国産の美味しいものを使っております。渡辺さん、よければ召し上がってみませんか。柚子ってどうですか。柚子、ね、ホワイトチョコと柚子ってあ、ホワイトチョコなんですか。ホワイトチョコですよ。あ、これみんなホワイトなの。はやぶさの抹茶味だけが、そう、あれはあけぼのは、あけぼの、あけぼのがですね、すみません、こちらがちょっと今回は制作段階のものに、そちらはすみません、なってしまうので、はい、正式なものとしては、はやぶさがホワイトチョコでコーティングされています。富士とあけぼのと出雲に関しては、ミルクチョコレートがコーティングされているものになります。今回はちょっとお試しに試作のものになってしまうんですが、お召し上がりいただければと思います。私、ゆず、じゃあ、出雲の。ゆずを、まずゆずが一番気になるじゃないですか、これ。うん、あ、なんかあれですよ、やっぱり柑橘系なので、うん、甘さと酸っぱさがうまく合ってます。美味しいですよ、食べてみてください。じゃあいちごじゃダメだけど、ね、せっかくだからいろんな味がいいんですけど、うん、ごめんなさい、一番冒険させちゃって。いや、美味しいです、美味しいです、合いますよ。この富士はミルクの予定、それともなんですか。ミルクチョコレートの。あ、じゃあこのままって、イメージはこのままってことですね。はい。あ、違う、ミルクショコラが違うから。中どうなってるんですか。どうなんですか。あ、中は…に何か入ってるんですね。そっかそっか。へー。ベルギー産のチョコレートを使用しておりまして、味もこだわっております。美味しいです、めちゃくちゃ美味しいです、これ。抹茶もね、美味しそうですね。抹茶いいところです。はい。いいですか、なんかもうチョコレートを食べる番組みたいな、いただきます。うん、なんか抹茶、うん、ね、美味しいです。抹茶は一番タイプかもしれない。ありがとうございます。ね、で、これは改めてどこで買えるものですか。
はい、12月の9日からは、大宮の鉄道博物館さんで販売しますので、ぜひ行っていただいてお買い求めいただければと思います。他鉄道博物館以外で売ったりするんですか？はい、販売いたします、今決まっている段階では書店のブックタワーさんとグランデさん、あとは、秋葉原にあるトレニアートさんでも販売を予定しております。あとなんかね、今ちょっと横に映ってますけど、なんかヘッドマークを使ったいろんなグッズの方がね、なんか作ってるとのことなんですが、こちらの、雑貨の方も大変ご好評いただいておりまして、今回のチョコレートを作るきっかけになったのも、こちらのもともとあったヘッドマークのシリーズがあったからなんですが、こちらも大人の方にも大人気の商品になっておりまして、こちら作っております。どうなんですか、この、ここの今4つが、ね、上位人気だったんですけど、そちらのグッズの方ではなんか人間のヘッドマークだったりするんですか？あ、はい、あのヘッドマークのシリーズ自体が、あのたくさんのヘッドマークをこのように、あの入れている商品なので、あの好きなヘッドマークも入っているということで、たくさんの方に手を取っていただけるような商品になっておりますので、基本なんかね、見てる感じだと丸っこいやつだから、ブルートレインというか夜行列車系が多いんですけど、特急のヘッドマークとかそういうのはまだないんですか？まだちょっと作成したことがないので、今後そういったあの商品も開発していきたいなと思っております。頑張ります。わかりました。楽しみですね。はい、それでは最後に全国の鉄道ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、このヘッドマークチョコレートは大切な方に送って喜んでいただける姿を想像しながら開発いたしました。鉄道好きでない方も、鉄道好きの方も手に取っていただいて、ブルートレインに乗っているような気持ちで食べていただけたらと思っております。ぜひ店頭で手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストはヘッドマークのチョコを販売するオークコーポレーションの鈴木さん、安藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。